はい、ということで本日はガンバ大阪対柏レイソル12月2日に行われます、柏レイソル対ガンバ大阪の予想試合をしていきたいと思います、まずね、柏レイソルはですね、前節、セレッソ大阪に勝利を挙げたんですが、他会場の結果で J2 への降格が決まってしまいました。そして我らがガンバ大阪は前節も、FIFA で長崎に2対1で、ホームでですね、ホーム最終戦しっかり勝利を挙げ、そして、現在9連勝中と、次節、今節ですね、勝てば、10連勝ということで、連勝の数がですね2桁に、なります。はい、そしてね、残念ながら前節はファンウィズ選手が点をね、決めることができなくて、連続ゴール記録はですね、途絶えてしまったんですが、ただね、まだまだファンウィズ選手好調ですし、それがやっと選手もね、例えば2点目のシーンなんかは、やっと選手のやっとね、タッチパスから、ゴールが決まったシーンでしたし、点にはならなかったんですけども、前半の最後の方ね、ファンウィド選手 の惜しいシーンがあって、そのシーンなんかはですね、やっとのもう素晴らしい、ループパスから、藤原選手が抜け出して、でそこに、ファンウィドが合わせるという、そんな攻撃もありました。はい、で、この試合は、J1 の最終節ということになっています。最後ね、もうこの試合が最後ですから、ガンバ大阪はぜひとも、勝って、ホーム最終戦は勝ったんですけどもね、最終節もしっかり、勝ちたいというふうに思っております。そして、こちら言いつつ、W が並んでおりますが、実はこの後ろにね、4つの W が並んでいて、そして、12月2日の試合に勝てば、10連勝ということになります。こちらもね、はい、で、チーム管理なんですけども、前節ちょっとアデミューソン選手が、不調だったと、ちょっと調子が良くなかったってことで、渡辺和馬選手と、アデミューソン選手の、2トップだったと。で、そしてね、最近なんですけど、右サイドバックがオゼッソクではなくてヨネクラのことが、多いです。で、あとはいいでしょう。で、あとこの倉田選手ね、前節は累積警告で試合に出れなくてですね、中村敬斗選手が代わりに試合に出たんですが、1点目のね、失点のシーン、VFA で長崎が得点を入れたシーンはですね、中村敬斗選手のミスから点が入ってしまったんですね。ただそれを後半、しっかりと、挽回をするような形でですね、点をしっかり、決めるというのが、中村敬斗選手、これですね。はい、で、なんか長崎の方に、なんか中村敬太っていうのもいて、なんかややこしかったですね。中村敬斗と中村敬太っていうのがいたんでね、ちょっとややこしかったと。で、だから中村敬斗選手は、ベンチには入るでしょうね、きっと。で、あとは、これは、こんな感じでしょうかね。で、僕、毎回ミスっちゃうんですけど、キャプテンね。キャプテンは、三浦玄太選手ですかね。はい。いいでしょうかね。多分次節も、2トップはちょっと分かんないですね。2トップはもしかしたらアデミューソンが復帰というか、前節も途中交代で入ってるんですけどね。フル出場は、フル出場というか、スタメンではなかったっていうだけで試合には出てるんですけども、
まあ一応この2人になるんじゃないかなと予想しております、今節はね。で、以上です。はい。で、まあ多分右サイドバックは、まあ米倉選手前節のですね、2点目のシーンは、米倉選手の、まあ、マイナスのクロスっていうかね、マイナス気味のそのサイドからのパスによって、渡辺和馬選手がシュートを打って、でその跳ね返りに、中村敬斗選手が、合わせるというシーンでしたから、まあ米倉選手もね、まあ、好調ですから使うんじゃないかなというふうに思います。ではうん OK ね。では試合開始です。これね結構難しいんですよね。はい、こんにちは、西岡明彦です。本日はリーグ戦をお送りいたします。今日は柏レイソル対ガンバ大阪のカードです。本日のアウェイチームはどう見ますか。今日が今シーズンのラストマッチです。上位につけてこの試合に臨みますが、最後はどんな結果で締めくくるのでしょうか。ちなみにこれはやっと選手は602試合目です。試合開始です。今国に集いし青と黒の戦士たち、我らの誇りと共に戦い、荒れ狂い暴れ回る戦士たちよ、俺らの声が聞こえるだろう。俺らはいつものように今日もここにいるぜ。激しい叫びが一つになって、この空にこだまする。ララ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 。何やってんだよ。やっとは落ち着いてるね、本当に。と戦おう。あれあれあれ、青黒の誇り、おおひひふ、俺たちと戦おう。あれあれあれ、青黒の誇り、おおひひふ、俺たちと戦おう。何やってん、そこ決めて。ファンウィジョーゴール、ファンウィジョーゴー、ファンウィジョーゴー、ファンウィジョーゴー、
ファンウィジョゴール。おお。ああ、なんで合ってんのかな、やり方。前なんかしのちゃんに、前とか今日だけど教えてもらった。ちょっと早かったな。ちょっとタイミング合いませんでした。大阪スタイル青黒大阪、青黒大阪、見せろゴール貫けよ大阪スタイル、青黒大阪、青黒大阪、見せろゴール貫けよ大阪スタイル。フォッチャヤと俺たちの夢を乗せ、フォッチャヤと勝利をつかみ取ろうぜ。ファンウィジョゴール、ファンウィジョゴー、ファンウィジョー。もう何をやってんだよ。なんでこうパスが回らないのかな。こうバイタルエリアでパス回したいよね。なんかドリブルで行った方が良かったかもしれない。今のは一人で意外とそれで行けちゃうかな。よし、決まりましたね。ファンウィジョゴール、ファンウィジョゴー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 ル。素晴らしいです。R1 から入っちゃうんだよな、FIFA は。あと最近レッドカード多いから、そこ気をつけよう。何やってんだよ。もうなんでそこまで下げちゃうの。
いなかったんか、人がそこにしか。前半終了です。スコアは1対0。リードは1点です。前半も終了してハーフタイムに入りますが、福井さん、どちらのチームもディフェンスが硬かったですね。そうですね。それもありますが、そもそもどちらもおとなしすぎですよね。後半に期待しましょう。いつも言うよね。いつもこう FIFA の福西っていうのはいつもこれ言いますよ。おとなしすぎますよねって。でも現実のあの NHK とかの解説で福西があのこれ言ってたとこは僕一回も聞いたことないですけどね。後半のキックオフ、今度はガンバ大阪ボールです。あぶれなんでやってんだ、そのミスをさなくしてこう。藤原ひろき、藤原ひろき、いけいけいけ。あ、お何や、そっちじゃねえよパス。はい、決まりました。どうした。素晴らしいダイビングヘッド。さあ、ツートップが消えましたよ。渡辺和真はでも久しぶりのゴールですね。考えてみたら、あんまり最近決めてなかった。アディミューソンとあのファンウィズバッカーってね、最近は。あと小野瀬か。でまあ前節はね、中村圭人も決めて、あーし、これはなんか5対0とかになりそうな予感が。こういうあの1対1のシーンはなかなか決まんないですよね。でもね、今回はちょっとまぐれでしたね。まぐれってか例外。これパス前誰だろうな、この矢で見るか。やっぱりもう2失点ぐらいしちゃうと、ほらもう相手が崩れてきてます。今もパスミスですからね。これはどうなりますか。はい、もうはい抜けちゃった。はい抜けた。おい。まあ抜けてもな、こうなるから結局。どう決まっちゃうからね。意外と決まるのよ。ペナルティーエリア外からのシュートね。まあ決まんなかったけど。この柏レイソル最終節のこの試合ね、見に行きたかったんですけどね、もうチケットがなかったです。ビジター席っていうあのアウェーの観客席みたいなのがあるんですけど、やっぱりアウェーだとだいぶその席数が減らされちゃうんで、まあ列なんかほんとひどいですよね。もうほんとにあの32分の1ぐらいしか多分ないですよ、アウェーの応援席。大体ね、普通だったらまあ4面あって、スタジアムって4つの方向から試合見れますけど、その大体1面はアウェー席、だから4分の1ね、4分の1が大体応援席になるんですけどね。レッツのあのサイスタはもう本当に32分の1もあんのかな。
まあ、ほんとちょっとしかないんですよね。おい、そういうとこだよ。そういうのダメだよ。やべ。よし。揺らげていけ、揺らげていけ、揺らげて戻れ。もうお前はもう戻っとけ。ゲンタよ、ゲンゲンは戻ってんさい。ちゃんとお前に戻って戻って、お前センターバックなんだから。飛んでよな。さあね、前節点を決めた中村圭斗と、あとは左足の芸術家ね、藤本純子を入れます。まあ、とりあえずこれでいいかな。今のファウルじゃねえだろう。これおかしいわ。出たら、出たらおかしいわ今の。あー、それ前節はなんか神戸と、どこでしたっけ、清水かの試合でね、こうあのロスタイムが28分だっけ、18分かあったっていうね。あれはおかしいですよ。まあ、途中なんか怪我人が出ちゃったり して、じゃあ普通その出たとしても多分だから、それはロスタイムはもう5分でしたっけ、4分でしたっけ、最初の時点では。じゃあもう4分ですよね、途中で仮に怪我人が出たとしても。それはダメだよ。もう絶対一人出てくるのこれ、もう毎回。現実絶対怪我しない人がさ、どうしようかな。まあでもこれでいいや。プレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。ここら辺もね、ちゃんと。俺たちと戦おう、あれあれあれ、青黒の誇り、おおへへへ、俺たちと戦おう、
ガンバ大阪おおおおおおおガンバ大阪おお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 ガンバ大阪俺たちが大阪さん。さあこのシーンです。でもここから入っちゃうからね、シュートはね。これ綺麗だったね、攻撃がね。その前のパスからもう全部綺麗。これ良かったね、ナイスキーパー。これファールじゃねえだろ、どう考えても。ということでね、今日はファン・ウィジョ選手の2ゴール、そして渡辺一馬選手の久しぶりのゴールで3対0でガンバ大阪が勝利をいたしましたね。まあ、明後日か12月2日に行われる試合でも、まあ、最終節がありますからね、しっかり最後ね勝利で締めくくって10連勝、必ず10連勝取りましょう。ではあ、難易度セインプロは問題ないようですね、難易度プロへ上げることをお勧めしますということなんですけども、上げちゃいましょうかね。そしたらね、まあ、次回からの予想試合はプロで行おうかなと思います。では、はい、押します。まあ高いね、この2人はね、いつも高いね。ではね、しっかり、ね、12月2日の試合、勝利を挙げましょう。では、以上です。